聞いてほしいんだけど、面白い話が面白くないんだけど、よくないよね。面白い話を話す前に面白い話っていうのはよくないよね。今日歯医者さん行ったんですよ。私矯正してたので、今マウスピース矯正に移ってるところで、マウスピースをねつけてるんですよ。そう、マウスピースつけてて、でもご飯食べるときは外すんですよ。そうでね、その歯医者行く前にご飯を食べていたので外してたんですよ。お仕事の時からも外してて、でなんか私その外してなんかティッシュみたいなのに包んで置いて、あのポッケに入れてたんですよ。そんなケースがなくて、あの急ぎだったからもうさささささってしたんで、なんかそれでなぜかなんかそれをね取り出した記憶があって、でなんかまあ歯医者について、でなんか歯医者さんに今日ってマウスピース持ってますかって言ったから、あ持ってきましたって言ってカバンの中にさ、あそれじゃなくてなくてあれと思って、やばいやばいって思って、マウスピースなくすのやばいやばいと思って、でもうしかも何がやばいかって、ティッシュに包んでるから誰かにゴミと間違えられて捨てられちゃってるかもしれないし、なんなら自分がゴミと間違えて捨てちゃったかもしれないし、やばいと思ってあすいませんって、ちょっとお仕事場に置いてきちゃったかもしれなくて、ちょっとマネージャーさんに電話していいですかって言って、マネージャーさんにお疲れ様です、私のマウスピース落ちてないですか電話したのやばくない、私のマウスピース落ちてないですか、ティッシュに包まれてるんですけどって言って、ティッシュだから捨てちゃったかもしれないですって、でそうマネージャーさんが探してくれちゃって、であこれかなって言ってあったかもしれないですってなるじゃん、あったかもしれないですってあったから、えあなんかティッシュになんかティッシュあり落ちありました落ちてましたって言われて、でえそれって中身入ってますかって言ってで、マネージャーさんがこう開けて確認してくださったんです。マウスピースがあるかどうかでさ、マネージャーさんもさすがのマネージャーさんもあ、ありましたマウスピースあの2個ですかって言われて、上下だからあ、2個です2個ですって言ってちゃんと2個ありますかってマウスピースで、マネージャーさんもさすがになんか苦笑いしてた、あはほーって最後に一言、すみません歯落としちゃってって切った本当にだから、でも中身入ってるか分かんないから確認してほしいんだけど、マウスピースを見せるのもちょっとと思って、あ見なくてもいいんです、なんか硬いの入ってますかみたいな、あ入ってますよちゃんと中にすいません歯なんか落としちゃってごめんなさい言って